皆さんこんにちは。今日は先取り特権者による物情代位と一般債権者による差し押さえの優劣関係が問題となった再犯昭和60年7月19日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。三和商事は日清商会に溶接溶剤を販売し214万円の売掛代金債権を有していたところ、日清商会がその溶接溶剤を株式会社吉田造船工業に263万円で転売しました。日清商会に債権を有する岩谷産業株式会社と南海信用金庫が転売代金債権について仮差し押さえをしたところ、三和商事はこの転売代金債権に対して動産の先取り特権を行使して214万円について差し押さえ及び添付命令を取得しました。吉田造船工業は誰に代金を支払えばよいかが不明となったので供託をして、執行裁判所が供託金を三和商事、岩谷産業、南海信用金庫の債権額に応じて配分する配当表を作成しました。これに対して三和商事は自身が優先的に配当を受けられると主張して配当異議の訴えを提起しました。第1審、第2審は岩谷産業らによる転売代金債権に対する仮差し押さえの執行が三和商事による差し押さえより先になされているとして三和商事の請求を棄却しました。これに対して最高裁は三和商事の上告を認め、現判決を破棄し第一審判決を取り消して三和商事への優先的配当を認めました。原審は民法304条1項ただし書きに言う差し押さえは先取り特権に基づく物情代位権についての優先権保全のための対抗要件と解すべきであり、また同項ただし書きに言う払い渡しまたは引き渡しには物情代位の目的となる債権に対する一般債権者による差し押さえ仮差し押さえの執行も含まれると解すべきところ、本件においては岩谷産業らによる本件転売代金債権に対する仮差し押さえの執行が三和商事による本件転売代金債権に対する差し押さえに先行してされているから、三和商事は岩谷産業らに対し物情代位権を行使した動産の先取り特権者として優先権を主張することができないものというべきであり、したがって本件供託金につき手続き費用を除いた金額について三和商事及び岩谷産業らに対しその各債権額に応じて配分した本件配当表に瑕疵はない旨判断して三和商事の本訴請求を全部棄却すべきものとし、これと同市の第一審判決を正当として控訴棄却の判決をした。しかしながら原審の右判断は是認することができない。その理由は次の通りである。民法304条1項正し書きにおいて先取り特権者が物情代位権を行使するためには物情代位の対象となる金銭その他のものの払い渡しまたは引き渡し前に差し押さえをしなければならないものと規定されている趣旨は先取り特権者のする右差し押さえによって第三債務者が金銭その他のものを債務者に払い渡しまたは引き渡すことを禁止され、他方債務者が第三債務者から債権を取り立てまたはこれを第三者に譲渡することを禁止される結果、物情代位の目的となる債権の特定性が保持され、これにより物情代位権の効力を保全せしめるとともに多面目的債権の弁済をした第三債務者または
目的債権を譲り受け、もしくは目的債権につき添付命令を得た第三者らが不足の損害を被ることを防止しようとすることにあるから、目的債権について一般債権者が差し押さえまたは仮差し押さえの執行をしたに過ぎないときは、その後に先取り特権者が目的債権に対し物上代位権を行使することを妨げられるものではないと解すべきである。これを本件について見ると、前期事実関係によれば一般債権者たる岩谷産業らは本件転売代金債権について仮差し押さえの執行をしたに過ぎないから、その後に三和商事が本件物上代位権を行使することは妨げられないものと言うべきである。これと異なる原審の判断には、民法304条1項の解釈適用を誤った違法があると言わざるを得ない。次に本件配当異議の訴えの適否について判断する。民事執行法159条3項は、添付命令が第三債務者に送達されるときまでに添付命令にかかる金銭債権について、他の債権者が差し押さえ仮差し押さえの執行または配当要求をしたときは、添付命令はその効力を生じないと規定するが、添付命令が第三債務者に送達されるときまでに添付命令にかかる金銭債権について、他の債権者が差し押さえ仮差し押さえの執行または配当要求をした場合でも、添付命令を得た者が物上代位権を行使した先取り特権者であるなど優先権を有する債権者であるときは、右添付命令はその効力を生ずるものと解すべきところ、本件の前期事実関係によれば三和商事が本件物上代位権の行使として得た本件添付命令は、岩谷産業らの仮差し押さえが執行された後に本件第三債務者に送達されたものではあるが、その効力を生じたものというべきである。ところで当該債権に対し差し押さえ命令の送達と添付命令の送達等を競合して受けた第三債務者が民事執行法156条2項に基づいてした供託は、添付命令が効力を生じているため法律上差し押さえの競合があるとは言えない場合であっても、第三債務者に添付命令の効力の有無についての的確な判断を期待し得ない事情があるときは、同項の累推適用により有効であると解するのが相当である。そして右供託金について、添付命令が効力を生じないとの解釈のもとに、これを得た債権者を含む全差し押さえ債権者に対し、その各債権額に応じて配分する配当表が作成されたときは、添付命令を得た債権者は配当期日における配当異議の申し出、さらには配当異議の訴えにより添付命令にかかる債権につき優先配当を主張して配当表の変更を求めることができるものと解するのが相当である。これを本件について見ると、前期事実関係のもとにおいて本件供託は民事執行法178条5項において準用する同法156条2項に基づいてされたものと解せられるところ、本件添付命令は本件供託前に確定してその効力が生じたことが記録上明らかであるから、本件転売代金債権に対する差し押さえの競合があるとは言えない。しかし本件添付命令は岩谷産業らの仮差し押さえが執行された後に本件第三債務者に送達されたものではあるが、その効力の有無について本件第三債務者に的確な判断を期待することは困難であるから、本件供託は民事執行法178条5項において準用する
同法156条2項の類推適用により有効なものというべきである。そして本件添付命令が効力を生じないとの解釈のもとに作成された本件配当表について、三和商事が本件添付命令にかかる債権につき優先配当を主張した配当異議の申し出及び本件配当異議の訴えは適法なものというべきである。以上によれば、本件事実関係のもとにおいては前期節次に聴し、三和商事の本訴請求は全部理由があるものというべきである。したがって原審の前期法令の解釈適用の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであって、論旨は理由があるから原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、本訴請求を全部任用することとする。と判決を下しました。今回のケースで裁判所は、先取り特権者による物上代位権行使の目的となる債権について、一般債権者が差し押さえまたは仮差し押さえの執行をしたに過ぎないときは、その後に先取り特権者が右債権に対し物上代位権を行使することを妨げないとしました。ただし先取り特権者が差し押さえをする前に第三債務者が一般債権者に代金を支払っていた場合には、動産売買先取り特権の行使ができないという点にも注意が必要でしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。